芋付きは、クロアチアの町及び、それを中心とした基礎自治体で、ダルマチア内陸部のビソコボ三北斜面に位置する。2011年の国勢調査によれば、市街の人口は4347人、基礎自治体全体では1213人が居住する。芋付きの気候は、とても穏やかで、心地よく晴天日が多い。芋付きは、 クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの国境に近く、ボスニア・ヘルツェゴビナ川の町はポッシェである。アドリア沿岸の町、マカルスカにも近い。イモツキは中世の要塞とカルストの青い湖もドロコで知られている。青い湖の他の現象として赤い湖クレベノコがあるが、この二つの湖はアドリア海へ向かう地下のをでつながっている。 芋付きの町が最初に研究されたのは10世紀であった。オスマン帝国によって1492年から1717 17年までその支配下にあり、その後はベネツィア共和国の支配下にあった。芋付きは同地域内の他の町に比べて異なり、20世紀初期に設立され、初等学校と中等学校で構成された教育システムがある。中等学校は1912年の オーストリア・ハンガリー帝国時代に設立された。1941年から1945年にかけてはクロアチア独立国の下にあり、1944年4月にドイツの軍隊はアメリカの B24 を3機撃ち落としている。地元の人々は多くのアメリカ兵を救っており、2008年に街では犠牲になった空軍兵を記念することを決め兵士の中一人は、 芋付きに直接の祖先を持つクロアチア系のアメリカ人である。芋付きの気候は心地よい地中海性気候で、最高気温は7月の摂氏26度で、最低気温は1月の摂氏5度である。夏の期間は、通常日中は、とても暑く、年間摂氏10度以上の日が240日ある。異なった種類の風が吹き、冬にはボーラが吹きつけ寒さと晴天をもたらす北風で、 夏には白っ子が不休が降る。ありがとうございます。